光が舞い降りて、ない痛みが呼び覚ます。 Keep on shining my sun。 You are for the 最後の夜さ。歌うたまは大好きです。未練とかは別に、なんだかとんでもないところに来ちゃったな。お前らなんて一緒だよ。下手なもん見せたらすぐに叩き出してやる。ラジオでこちら青山オペレッタ広報部。AML つっちゃったもん。いいよ、大丈夫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 。呪いがあるな。AM1008FM933 ABC ラジオがお送りしています。ラジオペ、こちら青山オペレッタ広報部。皆さんこんばんは。明けましておめでとうございます。今週の担当 MC は杉江大志です。この番組は2次元と3次元がクロスする新演劇コンテンツプロジェクト青山オペレッタの見どころを紹介しながら、出演者とトークを繰り広げていくプログラムでございます。青山オペレッタの新チームノーバのメンバーが青山オペレッタ広報部として青オペを全世界に広めていくこの番組、今週は僕ノーバ箱推しもっそあのいいよ大丈夫、落ち着いてこい、落ち着いてこい。その名前からいきますね。はいはい。青山オペレッタの新チームノーバのメンバーが青山オペレッタ広報部として青オペを全世界に広めていくこの番組、今週は僕ノーバ箱推しのお姉ダンス講師相良明之助役の杉江大志が MC を担当します。どうぞよろしくお願いします。それでは今夜の担当者をご紹介しましょう。明けましておめでとうございます。いつまでも欲しいもんだなお年玉、鏡翔太役友常勇気です。明けましておめでとうございます。誇り高きピエナの絶対女王、ひじりはり役の木山龍です。よろしくお願いします。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。よろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。なんか2022年一発目でございます。一発目の MC が杉江でございます。そうだ、いいよ、めでたいじゃない。それは今年1年は杉江メイン MC で行くっていう方向でいいですか？とはまた違うみたいですね。残念でしたね。まあちょっとね、勝手がわからないんで。そうだね、まあなんか MC と言いつつ皆さんとこう、はい、好きに喋つけようかね。そうだね。これ、はい、次龍あたり来るんじゃない？来るかもね。それちょっと緊張しちゃうな。でも龍ね、喋りまし、何先週のさ、告知のところ、ノーカミでしたからね。ノーカミだった。違うのよ、やっぱね、春様はね、噛めないのよね。いいね、そのこだわりね。メイちゃんは噛んでもいい。助かります。いい、本当得なキャラだよね。いいよね。何やっても大丈夫なんでね、メイちゃんはね。いやー、 MC かー。そうだよ。いやー、本当ね、でもずっと思ってんすよ、早く乗っ取ってやろうと思う、ね。でも、まあ、早くのはラジオ MC は向いてるよ。大丈夫だよ、ラジオやってるもんね。あ、まあそうですね、ラジオやってますけど、でも MC よりやっぱゲストの方が向いてる気がしますよね。あ、まあまあまあね、気がね、なくこういろいろ喋ってられるっていうのはね、いろいろ尺とかも考えなきゃいけないからね。考えなきゃいけないんで、まあ、そうなんですよね、思いますけどね、はい。じゃあまあ早速ですけどメール紹介していきたいと思います。はい、ラジオネームリンリンさんからでございます。ありがとうございます。先日ラジオペを聞いていたらピエナの受選役のたけし君のツイッターは料理がいっぱいですごいというお話があったので、うん、早速覗いてみたら本当に料理男子っぷりが素晴らしいですね。明らかに私より料理がお上手、他のメンバーはお料理作るんですかということなんですが、あれゆっくんとかやりそうじゃないですか。やるやる、ね、僕あの料理好きです。あ、そうなんですね。この前おでん作ったんですよ、家で。いいな。人生で初めてカツラ剥きしました。カツラ剥き？大根のカツラ剥き。そしたらちゃんと切りました。おでん家で作る、だしはどうしたんですか？だしはだから本当にみりんと酒と醤油と、それこそあのもうさ、帯昆布みたいなの売ってるじゃん。はいはいはい、はい、あれ最初にもう鍋とか入れといて、だし取れるし、そうそう、それでまたバーってやって、最初大根とこんにゃくからそれでまたわーっとやってわーっとやってって、一番聞きたいところだけど上手なんですね。いや、俺あんまやんないね。でも
まあ、やりそうだ野菜炒めとかはあぐらいはねけど、肉野菜炒めとかゴーヤチャンプルぐらい。おお、ゴーヤチャンプル。ゴーヤチャンプル。それゴーヤ買ってくるの？ゴーヤ買ってくる。売ってる？全然売ってる。どこにでも売ってるよ。そうなんだ。最初綿取ってさ、どれぐらいの厚さにしたい？あ、でもちょっとこの前厚めでやったらやっぱちょっと苦くて。あ、俺もうね苦いの好きだから厚めにしちゃう。厚めにしちゃう。全然わかんないです。厚さって何？どういうこと？まずゴーヤって綿取んなきゃいけない。そう、切って綿取って。あ、なんかピーマンみたいな感じですか？そう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 。取ってでやって。俺は塩で一回揉む。あ、そうそうそう。一回ちょっと苦味抜くのよ。そうそう、アク抜きじゃないよね。めんどくさいですね、ゴーヤって思った。でも美味しいんだよね。いや、でも俺もゴーヤチャンプル好きです。美味しい。あの苦味好き。ブロッコリーさ、ごめんね、また野菜話したんだけど。いや、行きましょう。ブロッコリー、あれ、僕もこの前初めて知ったんだけど、最初水につけとかなきゃダメなんだったね。あのこの中にこのふわ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 っていうか、そのもっこりの中に虫とか汚れが入ってるから、あ、なるほどなるほど。 それを出すために一回水につけてサラサラサラってやらないと。じゃあダメってこと？そうそう、じゃあじゃあつける方がいい、つける方がいいんだって。へえ、なるほどな。びっくりしました。魚、あ、そうなんですよ。だから魚釣りをするようになってから料理するようになって、ちょっと、俺魚さばけないもん。でも慣れたらすぐですよ。本当？さばくのなんて。そっか、魚さばけるんだ。そうですね。一番すごいよね、それね。でもね、魚さばくはね、もうね、あんま料理じゃないなと思います。別に切りゃいいだけなんで。いやいや、釣ってもじゃない？これが難しいよ。だって俺一回やったよ、全然できなかったもん。じゃあ、慣れ、マジで。手順さえ覚えてたら、あとは慣れ。だから、あの、いい包丁が欲しくなります。あー、ね、切りやすいやつね。そう、全然切れなくて、魚によってはもう皮が強いやつとかもうね、入んなくて、あと骨も立たなきゃいけないし。それ用のやっぱ包丁は売ってんの？そういう魚用とか。魚用というよりは多分魚によって、その本気でやるんだったら魚によっても包丁を買わなきゃいけないもの、っていうことだと思います。なるほど、だからまあ、あの、普通に三徳でいければいいと思いますけどね。あ、魚。いや、でも欲しいな。でもいい包丁高いですからね。高いよね。あと手入れも大変そうだもんね。あ、確かに確かに、ね、それから、ちょっと普通に何ですかね、それまでマジでやんなかったんですけど、うん、魚さばくようになって、なんかまあ野菜炒めぐらいとかは作るようになりました。そうなんだ。肉いいな。釣りたてのね、お魚のお刺身食べたいよね。いや、それがロマンありますよ ね。一番醍醐味ですね。そうだよね。カワハギ食べたことあります？あるあるある。カワハギは、カワハギのね、肝あえがやばいんですよ。もういろんなところで言ってるんですけど、一番好きな魚かもしれないっていう。そう冬にな、この時期はもう、肝パンって言って、あの、夏と冬で全然肝の大きさが違くて、その夏はカワハギ あのサイズが上がるんですよ。でも冬はサイズはそこまで上がんないけど、肝の大きさが、もう夏はこんぐらいのカワハギだとしたら、手のひらぐらいのカワハギだとしたら、夏は肝こんぐらいです、そんなに親指ぐらいなんだ、はい、冬はこんぐらいあります。手のひら乗るぐらいの、はい、すごいね。やっぱ寒いから蓄えるんだろうね。うんだと思います。この肝前が、もうね、食べたらお酒飲む。お酒そんなに飲まないけど、でもね、つまみ好きなのよ。すごい。いいじゃん。もうね、酒飲みはやばいっすよ。肝前は。あ、そうなんだ。そう、これだけはね、ぜひね、でもね、やっぱ釣ってすぐじゃないとあれなんで。足が速いんだね。そうだよね。なんでこれは一緒に行ってもらわないと、そう、食べれないよね。角上とか分かる？角上。角上って何ですか？スーパーの角上ってのがあるんだけど、あの、魚全部おろしてくれんのよ。はい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 。そっちで頼んじゃうからさ、はい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 、自分でね、あんまりやることがないですけどね。いいですね、それはね。素晴らしい。はい、まあそんな感じでございます、はい、じゃあ2022年一発目のタイトルコールいっちゃいましょうかね、はい。今年のラジオペ、そして本編の青オペはこの放送にかかっていると言っても過言ではございませんと書いております。なかなかアドラ上げますね。そんな放送の MC を初にすなトネさん復活とか聞きなさいよ、それは。まあでも頑張っていきましょう、はい、はい。それでは全員で番組スタートの掛け声いきましょう、はい、いきます。ラジオペ、こちら青山オペレッタ広報部スタート。
改めまして明けましておめでとうございます。ラジオペこちら青山オペレッタ広報部、今夜の MC は推しをスターにするのが私の生きがいだから、相良明之助役の水泳大使です。そして今夜の担当は百鬼星だかなんだか知らないが、下手なもん見せたらすぐに叩き出してやる、鏡正太夫友常勇気です。はい、実力を出せないなんて論外だ。そんなもの役者を名乗る資格はない。ひじり春役の沖山龍でーす。はい、年をまたいで先週に引き続きこの3人で、お送りしていこうと思いますけれども、あのね、うん、前回俺聞きたかったんですけど、はい、どうだったんですか第2弾は。いや、良かったですよ。大成功ですよ。大丈夫ですよ。バンバンでございます。なんか雰囲気はやっぱガラッと変わりました。どうなんですかね。でもやっぱノーバだけの時とやっぱまた違うよね、空気感は。やっぱりやっぱそうですよ ね、 ね、結構なんかその、まあ、龍の役もそうだけど、うんうん、あの実力派というか、うんうん、のなんかが集まってる感じ、うん、そうそう。だそれこそさ、龍がさ、すごい龍とあと銀河って、ね、はいはい、銀河ね、銀河が本当大変でさ、うん、その僕たちの曲の方にも出るわけよ。あ、なるほど。そうそう、レビュー、その、ね、レビュー春夜と涼季のところに、うん、僕と銀河が入ってたんです。ほう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 。だから4曲覚えんの。なるほど。大変だったね。なかなか毎日歌やってましたね。ね、だからもう3幕ってことでしょ、言ったら。三幕。そう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 。本編というかやって、って劇中劇やって、劇中劇はどうだった？劇中劇も。楽しかったよね。なかなか難しいことしてますよね。絶対ミュージカルだったから。そうだよね。もうセリフっていうセリフあんまなかったもんね。全部歌。歌。全部歌。より本格的ですね。オペラ。やだ、これ三段のハードル上がったやつね。本当にどこまで攻めれるかみたいなところもあったみたいね。なるほどね。それこそ二段はまず、うん、題材がナブコだったんだけど、はいはい、それを理解するところが始まったもんね。なるほどね。解釈をめちゃくちゃ難しい題材だった。笑い要素はあんまりなかった。ない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 、劇中劇はない。そうか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 、これはねバシッとやりましたね。なるほどね、ハードル上がってます。じゃあまあ第3弾もね、はい、発表されてますけど、僕が出るかわからないんでね、はい、まだね、ぜひ期待しててください。はい、楽しみにしててください。はい、じゃあ行きましょう。はい、おなじみになりましたくじ引きコーナーでございます。あ、これが行かなきゃいけないんですね。行きます。青ペ新年会2022くじ引きフリートークパート4、今年もよろしくお願いします。スペシャル、よいしょ。来ましたね。もうおなじみですよ、くじ引きコーナー。はい、前回は龍が初だったっけ。初どうだった。いや、ちょっと思ったより攻めててびっくりした。いや、そうだよね。なかなかね、あのね、パンチの強いの入ってるのよ。パンチ強かったわ。で、全然可愛くなかった。いや、表の絵は可愛いのに。そうなのよ。うん、そうだね、確かにね。引き出し持ってこなきゃいけないんだけど、何が出るか分からない。分かんないからね。はい、じゃあ早速。ね、あ、まあまあまあ、ルールはもう簡単です。はい。一つだけ。選んだテーマについては必ず答えてください。はい、はい、じゃあもう早速いきますよ。はい、あ、めいちゃんのも作ってよ、この、これ。確かにね。本当前回はだってね、翔太の可愛いやつだった。今回はラジオペーってなって、まあ、これはこれで可愛いですけどね。はい、はい、じゃあ誰からいきますか。我こそはという人。あ、じゃあちょっと僕いってもいいですか。選んでください。どう、最初がいいけど、じゃあ一番こっちで。お、一番、まあまあまあ、前回もね、最初の俺結構優しいお題でしたね。じゃあいきます。じゃじゃん、トークテーマ2022年の抱負を30秒スピーチ。カードを引いた人のみならず3人ともチャレンジ、30秒に一番近い人が勝ち。お、なるほど。負けたお二人には罰ゲーム、勝った人の本気で尊敬しているところを発表。ディレクターが30秒計りますと。はい、やっとまださ、ま、これ言っていいんだけどさ、うん、2021が終わってないのよ。終わってないんだよ。ね、撮ってる方は ね、 そうね、はい、今クリスマスに街は浮かれてるんですよ、ね、浮かれてますね。まあまあまあ、でも聞いてくださってる方はもうちょうど明けた6日ですから、うす、もうみんなまた世界が動き出してますよ、はいはいはい、休み明けて。いきますか、はい、龍から行きましょうか。いきます、ね、30秒スピーチだからね。抱負、はい、いきます、よーいスタート。はい、今年はなんといってもね、僕30歳になる年なんですよ、うん、今年が。なのでもう底知れなく溢れ出てくる色気をね、やっぱちょっと挑戦していきたいなと思っております。この
はい、ちょっとうなじなのかわかんないですけど、うなじな、どこから出したらいいのかわかんないんですけど、見方なのかわかんないんですけど、ちょっと色気をね出していきたいなと思っております。はいはいはい、どうでしょうね。あ、はい、ちょっと余っちゃいましたね。ちょっと余っちゃってるか。はいはいはい、あんな感じですね。どっち行きます？大将グジャグ、はい、じゃあ僕から行きます。うわ、クソ最後か、はい。2020年、わかりました。はい、はい、行きます。よーい、スタート。2022年、あー、ということですね。虎年になるんですかね、2022年。そうですね、虎のように、はい、牙をむき出しに大人になって17年経ちますから。大人17歳でございます。17歳か。まあもうね、若手に負けず中堅として、これからも、芸能界、芝居、切磋琢磨、はい、どん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 いろんなことでチャレンジして頑張っていきたいと思います。はい、何卒友綱勇気を今年もよろしくお願いします。はは。おお、どうでしょうね。なんかすごい。どうでしょうね。いいんじゃないかな。じゃあ最後僕行かせていきます。はい、はい、30秒ね。はい、よーい、スタート。はい、まあ僕もね、龍と同じく30歳に今年なりますんで、うん、でまあ去年は2021年はどっかの番組でも言わせていただきましたけど、すごくいろんな幅の広い仕事をすごいさせてもらって、自分のなんだろうな、底上げができたなと思いますんで、うん、それを使って今年はね、本当に本気でちょっと映像の方頑張りたいなと思ってる、アンドこのちょっと自分でも頭うなんだろうな、先が見えなくなってきた芝居にもう一個本気で向き合って、新しい畑で芝居をやりたいなと思います。おお、かっこいいじゃないですか。いいじゃないですか。はい、どうだろうね、時間どうなんですかね。さあ、結果は一番近かったのはビッタジー。すげー、すいません、あらっさらっ、これはすごい。ちょっとやっぱ俺本気で30秒狙いに行ったけど、はい、おお、すごい、あ、多いやめちゃくちゃ多いやん。なんかカンカンカンに騙されてたわ。あ、じゃあ、罰ゲームとして、はい、ゆうきくんの尊敬するところ。いや、すげえ、俺褒め慣れてねえからさ。いいよ、俺いいよ、ね、どっちの罰ゲームか分かんないね。それそういうの。どっちからいく？最初はグー、じゃんけん、はい。お、じゃあこか、僕からじゃあ。いいよ。はい、言わせていただきます。あ、俺からいこうか。あ、いい、全然いきますよ。はい、いや、もうゆうきくんは、うん、そのどの作品に入っても必ずいろんな上も下もよく見ててですね、時にはこう下を守ってくれたりとかもしますし、上の人とのなんかコミュニケーションも上手だし、なんだろうな、やっぱり兄貴にもなり得るし、先輩たちに可愛がってもそんな素晴らしい人柄を持った、あ、僕にとって兄貴ですね。はいはいはい、うん、それぐらいで大丈夫です。もう本当にすいません、はい、ありがとうございます。もう本当にいつも あっちまだ俺からがありますからね。じゃあ僕からも、もう僕からもうね、やっぱこれだなと思うのは、愚直さと懐の深さ。あ、これはもう確実にこれが友常勇気だと僕は思ってますね。誰よりも努力をするし、はい、ちょっと不器用なのに、その不器用さが むしろもはや武器、うん、であり、なんだろうな、その例えば何か言われてもそれをすっと何の抵抗もなく受け入れて咀嚼する懐の深さとか、周りを見て支える懐の深さとか、これは本当にゆうきくんの素晴らしいところだなと僕は思います。ありがとうございます。本当にすいません、ありがとうございます。もうありがとうございます。すいません、もう素晴らしいと思う。いや、そういうことですよね。すっごい気温上がった。いや、でも素晴らしい。はい、じゃあ次の、はい、次のあれ行きましょうか。じゃあゆうきくん引いてください。はい、みのしのろでしょ。じゃあ、じゃあこっちでしょ。みのしのろ、おじいちゃんみたいな感じ。みのしのろ
じゃあいきますね。ね、トークテーマ、はい、2022年、はい、海外旅行をできるようになったら行ってみたい場所&その理由を教えてください。あ、いいですね。優しい、優しいの来た、優しいの来ました。二の四のローで行きましたよ。二の四のローで、はい、どこでしょう。まあ行きたい、アメリカ行きたいかな。あ、いいですね。ロサンゼルスとか、うんうん、ニューヨークとか行ったことないし、うん、なんかそれこそブロードウェイとか見てみたいし、はいはいはい、でも僕も一緒だ。アメリカ行けるならブロードウェイを見に行きたいっす。見に行きたい、帰ってみたい。あとアメリカのハンバーガー食べてみたい。おー、大きいやつ、いいっすね。ジャンキーな、ジャンキーなも大きいやつね。オーストラリア行った時はすっごいでかかったの。もう L サイズ、なんか S サイズが日本の L みたいな大きさ的に。もうじゃあ L になったらどうなんの。待って、すごいよ。で俺ホームステイしてたんだけど。あ、ホームステイしてたんですね。そうしてたんだけど、もうとりあえずでかい全部。とにかくね、とにかくでかくて、まあ、僕たちコンビニでアイスってさ、カップじゃん、はいはいはい、ちっちゃいカップ、うん、大きくてもまあまあ大きくてもまあそんなじゃん、うん、向こうあの一緒に住んでた 子供が、9歳ぐらいだったのかな、はいはい、その時にお風呂上がってみんなのとこ行ったらアイス食ってるの。アイスがもうバケツなの。これね、これなのよ、本当に。あのホームアローンでさ、うん、こうやって食べてみたかったんだよなみたいな。あれあれなんだ、すごい。だってもう全部ガロンだからね。えリッターじゃなくてガロン。あれみんなじゃあ1人1個ってこと。1個、えぐい。だってもうそれ用の冷蔵庫あんだもん。飲み物だけ用の冷蔵庫みたいな。すごい、リッターじゃなくてガロンって何って思ってた最初。すごいっすねそれは、うん、なんか全てがでかいっすね。でかい、うん、面白い。だからそういうのもアメリカはどうなのかなとか、ファッションとかもね、うんうんうん、見てみたい。リュウは？いやでも僕もそれこそブロードウェイを一回生で見てみたいっていうのがやっぱ、うん、それはあるね、あるから、うん、ちょっとやっぱそこに見に行きたいかな。それはでもあるよな。大使は？俺はね、俺は今ちょうどやってる舞台があのセットがねちょっとイタリアなんですよ。はい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 、はい、だからイタリアいいなって、今までイタリアって思ったことなかったけど、イタリアいいなって、うん、あとやっぱご飯美味しいとこ行きたいですね。あ、そうだよね、イタリア、イタリア、イタリア料理ね、イタリアのね、ピザとかね、ワイン飲みながらね、いいっすよね。やっぱその土地土地で飲むお酒って美味しいよね。うん、イタリアはピザタバスコかけないらしいですよ。そうなんだ。なんかそうだ、オリーブオイル出てくる。ああ、まあ、タバスコって、ちょっと辛いやつだ、うん、辛めのオリーブオイルみたいなやつらしいですね、はい。タバスコってもともとアントニオさんが輸入したんだもんね最初ね。あ、そうなんですか。そうそうなんだ。あれは牡蠣を食べるために作られたらしいですね。あー、なるほどね。そうなんだみたい。知らないけど、それがどこまで本当かは、まあ、いや、はい、そういうのあるんじゃないやっぱ、はい。じゃあ僕最後引きたいと思います、はいはい、うわマジでなんかこう、いやこの流れ厳しいの引きそう。すぐ俺真ん中取っちゃうんだよな。いいじゃんいいじゃん、センターセンター行こう。ダン、トークテーマ、絶対に一つだけお願いが叶うと言われている神社に初詣に来ました。あなたは何を願いますか、はい、おー、優しい。あー、なるほど。あー、何がいいかな。何でもいけるな。そうですね、なんだろうな、やっぱこれかな。お、世界平和。リュウは？そうだよな。僕の、うん、お願いが叶うとしたら、うん、一生住めるお家が欲しい。いや、なんか可愛いな。世界平和とか運命の差ですね。うん、俺は何かな。一つだけでしょ。一つだけです。瞬間移動。空飛べるようにしてほしい。いや寒いか。じゃあ瞬間移動がいいかな。瞬間移動すごいなって思った。瞬間移動がいいっすね。夢あるな、うん、いいね。そしたらそれでお金稼いで、そのお金で世界を平和にしますわ。あ、逆にフラッシュみたいな。家買ってあげるよ。家買って、うわ、そう、ちょっと何でもできるじゃん。何でもできるよ。みんなの夢叶えちゃった。確かにな、素晴らしいね。俺かっこいいもんな、憧れたわ。アベンジャーズね、アベンジャーズみたいなね、いいよね。そう、うん、あんな風に。そうだな、世界を
いや暗殺されちゃいそうだな。新街道で逃げれるから、ね、いややられる寸前に、いやしその気づかんうちにやられたらもう無理やから、無理か、寝てるうちとかね、あ襲われるかもね、道でバーンとか行かれる、まあ世界平和もだけど、うん、どこでもドア欲しいかもね、どこでもドアいいっすね、うん、どこでもドアいいよね、うん、あれめっちゃいい、全然違う話になってますけどね。でもなんかネタでもなんでも世界平和って出てくる、ゆうきくんはやっぱ、うん、懐の深さが、まあ、褒めないでください、あまりそういうところが、いや本当に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 新しいいじり方見つけたね。褒められてねえから言ってください。本当にだってさっき褒めてる時顔が真っ赤でした、ね。いやー面白い、次の青オペの舞台ではみんなでせーので褒めよう、ほんとやだ、面白いね、一斉にいやもう本当に帰る、面白いねそれ、帰ります、そしたらもう本当になんかそあんまりにもそれやりすぎるとお手紙とか書いてきそう。一人一人この間はこんなこと言ってくれてありがとう、かわいすぎる、するな、多分かわいすぎるな、するな、いいなやっぱな、愛されるな。そういうところはね。はい、というわけで3つ、うわなんか今回はなんか無事クリアできたね、はい、よかったですよ、かったよかったですよ、はい、はい、というわけでそれではここで1曲、ノーバのチームソング第2弾をお聴きください、はい、曲紹介は加賀美さんとハル君からお願いします、はい、せーの、 Make you shining star、 Keep on shining my star、 You are part of my heart、 傷つくことを僕の胸を叩く、あの日見た夢の形、君はまだ覚えてる、思い描いた道掴めないとしても忘れないで、いつだって一人きりじゃないんだ、辛い時には ABC ラジオ、ラジオペイ、こちら青山オペレッタ広報部、エンディングでございます。2022年ね、はい、2022年初、そして初 MC でございました、はい、ちょっとね、乏しい MC でございました、ありがとうございました、楽しかったですよ、どうでした、いやもう2022年一発目から元気がいいんじゃないですか、これは、あ、よかった、よかった、はい、元気出ましたよ、やっぱり、本当に最初の MC、 あ、よかったですよ、やっぱ上手よ、あ、本当ですか、よかった、よかった、いやまああのね、この放送にかかってるって言われたんでね、どうでしょうかね、2022年の青山オペレッタ、なんとかなりそうですかね、大丈夫ですね、大丈夫ですね、行きましょう、よかった、スタッフさんも、もう、いや、よかった、よかった、あ、まあでも、こんね、なんか MC の腕も磨きつつ、この青ペのね、ラジオペか、うん、もっと呼んでほしいっていうのはもうずっと思ってますんで、もう、もうこっからじゃない、うん、ね、まあ、今回はくじ引きちょっと優しかったかなと思いますんでね、はいはい、でもまだあるから、うん、まだ、はいはいはい、次のあの YouTube チャンネルね、やばいかもしれないからね、残ってんの全部やばいかもしれない、はい、やばいかもしれないから、うん、じゃあ、はい、それぞれのキャラクターボイスでお知らせお願いします、はい、今日はまず、ゆきくん、はい、加賀美さんの声でお願いします、はい、第1弾舞台青山オペレッタザーステージノーバステラ新しい星が光 TV DMM ハッピー動画クランクインビデオ360チャンネル FOD DTV と Amazon プライムビデオ内のアニメタイムズで配信中、お好きな配信サービスで青オペの世界を楽しんでください、さらに通販サイト
ナデマにて舞台アオヤマペレッタザーステージルーンのピエラミチル付きの DVD を絶賛予約受付中です。舞台本編の映像を収録した編集版と定点バージョンに加え特典映像の DVD2 枚組となっております。第1弾舞台アオヤマペレッタザーステージノーバステラ新しい星も好評発売中ですので、通販サイトナデマをなでもご確認ください。はい、続いてリュウ、春の声でお願いします。はい、2月23日発売のピエナチームソング&ドラマ CD ボリューム1とボリューム2の予約受付中です。店舗特典付きでアニメイト、アマゾン、アニミューモ、ステラワークスなどで予約受付中。初回限定版特典としてボリューム1にはイベント抽選申し込み券、ボリューム2には2022年5月の青山オペレッタザステージ第3弾の前方席確約抽選申し込み券がついてきます。ぜひともチェックしてください。そして皆さんからのメールもお待ちしています。普通歌、番組への感想、青オペメンバーへの質問や相談、メッセージなどなど何でも OK です。宛先は ao@abc1008.com ao@abc1008.com までたくさんのメールをお待ちしています。いや今回もすごい ね、これすいません、僕1個聞きたいんですけど、僕も送っていいですかこれ。お、あ、分かりました。じゃ あ今度いつか送ります。おお、それいいね。面白いですね。じゃあゆきくんからのお便りもお楽しみに、はい、ということで、はい、それでは皆さんまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は杉江大志と友常ゆきと木山龍でした。バイバーイ、おやすみ。公式 YouTube チャンネル限定おまけコーナー、イエーイ、イエーイ、くじ引きフリートーク番外編、イエーイ、開けようね、モテろ、今日引かなきゃいけないのか。そうだよ、誰が引く、大志大志大志、俺が引くんですね。ずっとお前のことが気になってたね。ドンドン、トークテーマ、はい、今後やってみたい役柄、やってみたい仕事は。なるほど、いいですね、なるほど、役柄とか ね、なるほどなるほど、役柄ね、もうなんかよく聞かれますけどね、うんうんうん、あります。僕ずっと言ってるのがのび太くんみたいな役。お、ちょっと無理です。やってみたいから、やってみたいやつ、ジャイアンなのよ、だってできるのは。ジャイアンかドラえもんならいい。ドラえもん、ドラえもん。なんかそういうのね、やってみたいなと思う。ちょっと弱い感じね、強いのやりそうイメージが ね、あるからね。確かに、ゆうきくんがでも弱い役ちょっと面白いかもしれないですね、うん、一回でもそれっぽいような感じの役はやって、あ、なるほど、大変だった大変だった大変だった。まあでもやっぱ自分の素に近い方がやっぱ演じるのは楽ですからね。まあでも楽しかったけどね、そういうのも。僕はもう刑事ですね。おー、言ってたね、言ってた、去年から言ってるやつやん。刑事がやりたい、今年は。今年は刑事やりたい。はい、もう。じゃあまず犯人役からやんなきゃ。犯人役か。あれがあの舞台ワールドっていうの私やってますけど、はいはいはい、それ結構刑事出てきますよ。そうか、そうだよね。見てくれたって言ってたよね。いい役でした、大使。じゃあもう言った方がいいじゃないですか。ワールドではないですけど。よろしくお願いします。まあ舞台でもね、刑事ものとかありますからね。あるある、やってみたい。面白いよね。大使はなんかやる。俺ね、どうだろうな、医者とか。あ、医者ね、言ってたね、去年も言ってたね、医者の、医者の役僕 やったんですけど、大変、いや絶対大変ですね、知らないワードいっぱいありますからね。それが全部頭に入ってなきゃいけないですから、そうなのよ、それでやっと医者になれるんだもん。すごいよ。医者とか弁護士とかね、大変、弁護士も大変そうです。弁護士でも楽しそうだな。推理とかさ、やっぱそういうのやりたいですよね。うん、リーガルハイのさ、すごいと思うもん。いや、いや、あの早口で、あの量、とてつもないですよ。相当だよ。あともう最近思うのは、あの役柄とかじゃなくて、なんかもうなんだろうな。どんなとかじゃなくて、もう普通の人を演じたい。ただただ、もうそこにいて喋ってればいいみたいな。それ一番難しいかもね。難しいね。それが淡々としたようなね。なんか前どっかの舞台で、そのじゃあ友常勇気だったら友常勇気を演じてくださいっていう、なんか面白いですね。そうそう、役者が役者を演じるっていう、本人を演じるっていう、一番難しいかもね。なんかね、なんかもう僕はね、あの芝居
が好きっていろんな芝居が好きにもいろいろあるじゃないですか、いろんな人の、うんうんうん、僕はなんかもうおセリフを交わしてんのが好きなんですよ。ああなるほどね。からもう延々こうな何でもない会話でもいいからってやってるだけでもう幸せなんですよ。あなるほど。それでいい。もうぜひそういうのやってみたいね。だから難しいこととかもう大変だから、うん、ただその座ってもう喋ってるだけの舞台とかやりたい。あ3人芝居とかね、うん、4人芝居とかね、そういう少人数のいいかもしれないね、うんうん、やりたいですね、そういうのは面白いと。あと俺プロデュースとかもしてみたいな。あそれいいじゃないですか、ゆうきくんプロデュース。ゆうきくんだったらなんか人いっぱい集まってきそうですよね、うん、ちょっと気になりますもん、何作るんだろう。東海行ってちょっとまだ分かんないですけど。まあ愚直で懐が深いですから。みんなが慕って多分寄ってくる。僕もだって出てくれってゆきくんに言われたらジャッってなるから。ちょっと待って、熱くなんでるから僕褒めなくて大丈夫です。悲しい。ゆきくんのこんなとこなかなか見れないから。面白いの見つけたね。やめてやめて、内緒にしといて内緒にしといて。はい、じゃあそんな感じでいいですかね。はい、はい、というわけで YouTube 限定おまけコーナーでございました。バイバーイ。あーち。